お世話様でございます。インスクリプション実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。さあ前回ね、4面のボス倒して、まあ一周ぐるっとクリアはできた感じですよね。そしたらまた最初からね、カードゲームやる感じになってるんで、まあループしてるってことだよね。このループを抜け出すためになんかね、多分やんないといけないんだと思うんですけど、まあちょっとずつねヒントは出してくれてるからね、とりあえず進めていこうと思うんですけど、まずあれだよね。え？これなんだ？この絵のところに書いてある配置通りにカードを置いたら植木鉢が見れるの？あ、取れる？取れんの？お！取った？あ、持ってるね。これ何？これどう使うん？どうしよう。とりあえず失敗作風に相談するか。これどうすればいい？ああ、本当に溶けたんだな。ああ、あの絵画からいろいろなものが飛び出していたのは見間違いじゃなかった。いろいろなもの、植木鉢以外にもいろいろ飛び出してくるってこと？お、こっちに持ってくるんだこの人。これレシーって呼ばれてたんだよね。この人がレシーさんでいいんでしょうか。これ、ここ？ここに置く？ああ、すいません、すいません。これ持って着席すればいいのかな？そうか、歯は取ったんだもんな。これ行っちゃっていいか。よくやったって言ってる。君は絵画の謎を解き明かした。今のところはな。会話してんのか。ああ、もう。苦しむだけの状態になってしまったか。これふむ、油絵からそれを抜き出したのか。私が出すカードがそこまで気に入らないのかね。え、わかった。そういう意味になるの？なんか変わった？植木鉢はどっかに置かれてはいない？どっか行っちゃった？まあとりあえずやってくか。お、あ、なにこれ、あ、え、なにこれ、どういうこと？ここぞとばかりに説明してくれねえな。いつもすっげえ丁寧に説明してくれんのにな。コスト重くていいから鹿タイプかな。あ、プロングホーン様か。まあ、二股は強いですよね。ムース狙いではあったんだけど。トーテム必ず取んないといけないのね。もうちょっとこれ以上ってね、望めない気もしますけどね。うおマジで！これはやばいな！これはやばいね！どっちだ？まあでも基本こっちだと思うんだよな。まあ何でも引っ張ってこれんのはね、もちろん強いけど、出せなきゃ意味ないもんね。やっぱ出しやすくなるトーテムが強いと思う。あー、罠猟師あるね。罠猟師行く？怪我骨肉店すぐあんだよね。そんなに歯溜まってないけど、ちょっとコスト3のやつ狙いで行っときたいですね。はっきり言っとくぜ、罠猟師の仕事ってのは下火なんだ。そうなん？あの挑戦者、あ、稲葉ばかい。あの挑戦者に倒された後、持ち物を整理しようと思ってたんだ。新しいことを始めるよ。退職を考えている。自信をなくしてしまったか。皮が安くなってる。おっ、めちゃんこ安い。一つおごる。これ、あー、黄金の皮、黄金の皮2かな。狼の皮も悪くないけど、うん、黄金2枚でいきましょうか。
で、ここは能力強化かな。あー助かるな。グリズリーいいね。もうビッグボディチームだからな今回は。本当に黄金の川なの？あー、ユラユーリ欲しかったんですけど、ユラユーリも使えますもんね今回だったらね。まあアマルガムとあの三面道中の姫コンドル対策にモールマンもらっとこっか。モールマン強いよ。で、能力強化。今のラッキーカーダーか。ラッキーカーダーが。これ多分、プレイヤー自身がラッキーカーダーっていうことなんだよね。またこのゲームが始まるのかみたいなこと言ってたもんね。俺の犬はどこに行った？あの犬、やってやるの犬だよな、多分な。つえ、ああそういうこと？アマルガム、リスにもなれるから、っていうことなんか。やべえなあーなるほどね。すごい。ビッグボディチーム強え。グリズリーだけでもいいしな。君の気を引くものはこの中にあるかな。ユラより欲しい。せっかくだからな。ヤモリ。あ、これ知らんねえ。薄汚い野生のイノシシ、自らのチャイムが攻撃されると起こる。どういうこと？ベル奏者。この印を持つカードを出すと、隣接する空いた場所にチャイムが1枚生み出される。両隣にチャイムの強さは攻撃力0、体力1。うん、ビーバーと同じ感じか。22、それだけ？どうなんだろうな。あー決めないうちな。特にこれといった特色はない。めっちゃ強かったよ。2ターンかかるけどね。デュースちょっと気になるな。コスト2もそんなに気にならんしな、今の俺だったら。デュースちょっと使ってみるか。じゃあどんどん進んでいきます。ズボンの誇りを払い、君は旅へ戻ることにした。一応ボス倒すごとに部屋の中を見回るようにはしよう。合体あるな。合体いいね。一応狼が2枚あるからな。あ、でも体力強化してる狼合体するとどうなるんだろうな。それも気になるね。コスト3がいいよね。あ、来た。これが気になるんだよね。そういうこと？めくった後に、ちょっと戻して戻してよ。めくった後に、引き直しができるっていうことか。なるほど。3が欲しかったのに。ちょ、まあ、まあ、もうダメですよね。じゃあ2。おー、カササギ来た。まあ悪くないな。これでも合成したいけどね。で、生贄か。ごめん。牛ガエル君ごめん。いやー、ごめん。でもこれどうなんだろう。もっとコストの高いカード生贄に出すと、骨2つもらえたりとか3つもらえたりとかあんのかね。まあ、あんま今回ね、骨タイプのやつ使ってないんですけどね。さっき取ったデュースの仕様を確認しとくか。ああ、チャイムがねこういう感じで出るのね。
今チャイムを壊したやつを攻撃に行った。あー、そういうことか。あデュースどうだろうね。で合体行きたいよね。こっちにすっか。一回引き直せるんだもんね。あははははは。ああ、カワセミよりこれでいいんじゃない。グリズリー出せばこれ2倍ですよね、多分。強化グリズリーはやばいな。これ同じ生物を2匹連れてきたか。持ってきました。まあでもグリズリーはこのままでもいっか。すでに体力を強化してる狼がいるから、それを合成するとどうなるか見てみよっか。倍になったもんね。だから68になるか64になるか、前田を取って66になるかね。狼ちゃん、あー、なるほど、間を取るんだ。66だ。つえつえあざっす。これさらにさらに合成とか無理かな。さすがに無理か。正当に評価されないリングワーム、その価値は見てすぐ判別できるものではない。これどういうこと。01コスト1で01だからね。なんだろうな、なんかありそうだよな。あまりにも弱いよな。スズメ、ああ、フシはいいな。都合よく次合成なんだよね。フシもらうか。いや、フシよりこっちかな。いやー、バイだろう。こいつさえいればもういける気がするわ。来た来た。あー、あの2代目の稲川の方ですね。ジョウアリか。ジョウアリだけだとね、まあこっちかな。稲葉場まで来てしまった。強すぎ。ノーコストだからな、稲葉場は。じゃあ、能力、4つ持ちって強くない。すげえな。負ける気がしなさすぎるな。とか言ってると、3面の道中でやられたりな。釣り人ね。フックに気をつけて。ああ、説明してくれる。優しいな。ああ、でも、文字スピードなんですけど、あまりにも速すぎるぞっていう感じだったと思うんで、オプションでね、調節できたんで、ちょっとね、スピードは遅くしといた。カメムシさん、すごい丁寧だよね。こんな、ね、顔になっちゃったけど、好感度は未だダントツ1位って感じだな。おこじゃも全然喋んなくなっちゃったしな。てか、なんか角張ってきたしな、あいつ。Die already. ああ、喋る。ポイントポイントで喋ってくるな、ラッキーカーダーが。ラウンド2に入ったけど。いやー、気持ちいいな。グリズリー使うの気持ちいいな。こういう気持ちだったんだな。嬉しいわな。これまでやられっぱなしだったからな。でもあれなんかね、もう一周ぐるっと回れるようになったから、あまりにも早すぎるぞイベントはもうないんすかね。何が、ああ、ロングエルクな。ロングエルクまだ一回も取ったことないもんね。なるほど、せっかくだから取ってみるか。ロングエルク合成してもいいしね。
でもうサクサクっと3面ふむ、ああ分かったぞ、接戦地帯な。え、レジナルドが来たよ。レジナルド普通に配られんの？こいつなんだ？喋る？仲間にしよっか。特に会話はないのか。こいつあれだよね、この稲葉と一緒に俺の前に立ちはだかってきたやつですよね。四面ボス戦のラウンド2だっけ。戦力として見てもね、普通に強いけどな。骨さんで13で毒持ち、なんかストーリー的にもねありそうですよね、レジナルドさんね。で合成か、強すぎる、強すぎるな。罠漁師まで来た。罠漁師は罠の一つのそばで座り、ゆっくりとそれを開けた。廃業するって言ってなかった。彼は罠にかかったノウサギの死体を慎重に取り除くが、罠はそのままにしていた。まだまだやる気じゃん。ここへ来るべきじゃなかったな。そのセリフ、そっくりそのままお返ししよう。もうね、カササギが来た時点でね、俺の勝ちなんですよ。これさ、これでトラップ無効だよね。対峙してる相手を道連れだからね。こういうことなんだな。あ、でも鎖蛇来ちゃった。鎖蛇来ちゃったけど、あ、でもスプリンターで避けられるもんね。スプリンターね、最初すごい使いづらそうって思ったんだけど、割といいんですよ。割と役立つ。あ、でもそうか、これトラップに引っかかんないと皮もらえないのか。皮はもらった方がいいんだよな。あー、じゃあごめんカメムシ、ちょっと犠牲になってもらって1枚だけもらうか。トラップにやられたやつの皮が俺に配られてるっていう。これでラウンド1終わりだけど、勝てるかな。あー、これで出番終わり。強化生物8体出してくるね。取引の時間だ。お、あ、ここで1枚くれんのか。皮、皮持ってきたわよね。2枚ある。飛行飛行ムース嫌だね。もうこれあれだな、ここ開けてあげればそれで勝てちゃうな。6通るもんな。なんか申し訳ない気分になるな。悪いな。うわあ、ぶっ飛んでる。すまないな、うちの若いもんは手加減ができなくてな。いやー、すごい楽しい。楽しいな。で、レアカードね。これでもう4面ですもんね。運搬ネズミか。あー、幼虫。アマルガムね。狼類であり、ひずめと翼を持ち、昆虫の特色を備える。でも、リスでもあるからね。アマルガムはその全てだ。アマルガムはいいですね。もらっとこっか。で、4面ですけど、多分これをやれば進むんじゃないかなっていう心当たりはね、あんのよね。君は先へ進むが、罠漁師と商人の謎が君の頭から離れられなかった。遥か遠くに見える一筋の明かりが目についた。小屋な。絶対この小屋だよね。少し待つがよい。
皮は持ってないから合成か